次にですね、政治的な対立構図でいうとジオン側はでもともとがキシリアがあの戦争が終わった後、自分がですね、政治的に、まあ、実権握れるようにですねマクベ鉱山の価値っていうのをジオンの内部にも知られないようにしてたんですね。なのでジオンはですね、戦いながらも自分たちの資源がどこから来るのかっていうのをよく分かんないまま戦ってた。 ところがオデッサ敗北後にですね、徐々に徐々に地球からの資源っていうのがなくなったおかげでですね、地球信仰本部ってもともとはあの言ってたわけですね。ジオンは地球全体を支配するつもりだったんですけど、それがマドギア族になっていったみたいなんですよ。で えー、最悪ですねあの地球に閉じ込めておけばいいやと地球人連邦軍は地球にですね閉じ込めておいて宇宙のみを支配すればもう自分たちの目的は達するからいいんじゃないのかとでだかんらかの意ってもう一発コロニーでも落とせば人類地球人類なんかいつでも絶滅できるしぐらいは考えたかもわかりませんでとりあえずですねあのジオンが今持っている正中圏といわれる宇宙空間の支配圏ですねそれだけをですねあの あの失わないように揺るがないようにですね地球連邦の艦隊というのはルナ2に釘付けするに止まってるだからルナ2艦隊というのはですねろくにあの動けないままなんですよでその間に極秘で、ま、もう進めているですねあの新兵器ソーラレイですねあの直径ですね、ま、1km 以上あるです、ね、レーザー光線なんですけどそれを開発しちゃえばもう負けないに決まってるとだから勝てるかもしれない戦いよりもですね確実に負けない 絶対負けない戦いにですねまあ、そこへシフトチェンジしていったこれがそのジオンの戦略ですねこの当時のですね岡田斗司夫の切り抜き動画をご視聴いただきありがとうございました他にも岡田斗司夫の切り抜き動画を多数揃えておりますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします概要欄やコメント欄もチェックしてみてください